こんにちは、無垢フローリングとウッドデッキ専門店エコロキアのまさきです。本日は1分間でこちらの霧の無垢フローリングのいい点を3つ、悪い点を3つご紹介したいと思います。いい点としまして、まずやはり何といっても軽くて非常に暖かいです。そして2つ目、ご覧のように節などない非常に綺麗なスッキリとした表情をしております。そして3つ目、こんなに綺麗でしかも1枚ものなのに意外と値段は安いです。逆に悪い点3つ、何といってもやはり柔らかいので傷がつきやすいです。そして2つ目、霧はあまり種類が豊富ではなく、エコロキアでもこの 120mm 幅と、あともう少し広めの 150mm 幅の2種類だけになります。そして悪い点3つ目、何といっても霧はアクが出る可能性があります。その点注意が必要です。最後までご清聴ありがとうございました。